フェルミエネルギー、量子力学や物性物理学において、フェルミエネルギーあるい、フェルミ順位、フェルミレベルとは、相互作用のないフェルミ粒子系、理想フェルミ機体の絶対レ度フォーミュラ1でのカポテンシャル、または電気化学ポテンシャルのことであり、通常フォーミュラ2と表される。フェルミエネルギーは、量子統計力学、物性物理学、 半導体物理学などの分野で用いられる。半導体工学などでは、有限温度の理想フェルミ機体の化学ポテンシャルについても、フェルミエネルギー、または、フェルミ順位と呼ぶこともある。また、フェルミエネルギーとフェルミ順位は、同義語として扱うことが多いが、理想フェルミ機体の化学ポテンシャルを、絶対0度では、フェルミエネルギー、有限温度では、 フェルミ順位と区別して呼ぶこともある。このように定義した場合、絶対0度で、フェルミ順位とフェルミエネルギーは等しくなる。熱力学的平衡にある、理想フェルミ気体において、エネルギーがである順位を占有する、フェルミ粒子の個数の統計的期体値は、次のフェルミ分布で表される。ここでは、温度は、ボルツマン定数は、化学ポテンシャルである。 分布のプロットを渦に示す。外地に近づくほど、この状態が占有される確率は高くなる。ガレーに近づくほど、この状態が空になる確率は高くなる。絶対零度を規定状態では、フェルミ分布は階段関数になり、その不連続点がフェルミエネルギーである。フェルミエネルギーにエネルギー順位が存在する場合、 絶対0度での占有数の統計的期待値が1、2になるエネルギー順位に等しく、絶対0度での電子の占有確率が1、2になるエネルギーとも割れる。フェルミ順位に状態があれば、その状態は50%の占有される確率を持つ。またフェルミエネルギーにエネルギー順位が存在する場合、フェルミエネルギーより高いエネルギー順位の絶対0。 ドでの占有数が0であることがわかる。よって、フェルミエネルギーは絶対0度におけるフェルミ粒子によって占められた順位のうちで最高の順位のエネルギーとも言える。ただしフェルミエネルギーに順位が存在しない場合、最も高いエネルギーを持つ粒子のエネルギーとフェルミエネルギーは一致しなくなる。半導体や絶縁体の場合がこれに相当する。一が L である箱の中に、 n 個のフェルミ粒子、スピン1、2があるときを考える。この場合を表すモデルは、一次元の無限に深い長さ、L の井戸型ポテンシャルである。この、井戸型ポテンシャル中のフェルミ粒子のエネルギー順位は、量子数、n でラベル付けされる。ここで、フォーミュラ7は、フェルミ粒子が箱から受けるポテンシャルエネルギーである。それぞれのエネルギー順位フォーミュラ8でスピン1、2、 上向きスピンと1、2、下向きスピンという異なる2つの状態が可能であるため、2つの粒子が同じエネルギーフォーミュラ8を占有することが切る。しかし、パウリの排他原理により、3つ以上の粒子は同じエネルギーフォーミュラ8を占有できない。絶対零度を規定状態では全エネルギーが最低である。電子配置をとり、n イコール n。 2までのすべてのエネルギーは占有され、N イコール N により、エネルギーが高い順位はすべて空である。フェルミエネルギーの基準を、フォーミュラ7となるように定義すると、奇数個の電子、または多摩数個の電子のフェルミエネルギーは次のように、与えられる。ここで一辺が、長さ L である三次元立方体の箱を考える、無限に深い井戸型ポテンシャルを参照。これは。 金属中の電子を記述するのに良いモデルとなる。ここで、状態は3つの量子数、N、N、N でラベル付けされている。一粒子エネルギーは、N、N、N は、正の整数、M は、フェルミ粒子。この場合は、電子の質量である。同じエネルギーを持つ複数の状態がある。例えば、フォーミュラ14。N 個の相互作用のないスピン1。 2のフェルミ粒子をこの箱に入れる。このフェルミエネルギーを計算するために N が大きい場合を見てみる。ベクトルフォーミュラ15を導入すると、それぞれの量子状態はエネルギーを持つ N 空間の点に対応する。フォーミュラ17は通常のユークリッド長さの事情フォーミュラ18を表す。エネルギーが EE 以下の状態の数は EE が正である。 N 空間の領域での半径フォーミュラ19の玉の中にある状態の数に等しい。規定状態におけるこの数は K のフェルミ粒子の数に等しい。2つのスピン状態があるため因子2がつき、すべての N が正である領域には玉の1、8だけがあるため因子1、8がつく。よってよってフェルミエネルギーは知識で与えられる。これから L をボルトに置き換えると、 フェルミエネルギーは、体積あたりの粒子数、個数密度フォーミュラ23で決まることがわかる。フォーミュラ24個のフェルミ粒子のフェルミ球の全位エネルギーは、自式で与えられる。よって、電子の平均エネルギーは次のように与えられる。3次元の東方的な場合のフェルミ面は、フェルミ玉として知られる。フォーミュラ27次元の体積積分を使うと、 状態密度は粒子数を求めることによりフェルミーエネルギーを抽出できる。よって、ここでフォーミュラ31は内部ヒルベルト空間の次元でありスピンフォーミュラ32の場合は2である。固体のバンド理論では電子のエネルギー固有状態はバンド構造を形成する。結晶中の電子のエネルギーはバンド構造を形成する。電子は バンド構造中の一粒子エネルギー固有状態を占有する。この一粒子平像は禁似ではあるが、電子の振る舞いの理解を容易にし、まさしく適用すれば、一般的に正しい結果を与える。物質のバンド構造中のの位置は、電子の振る舞いを決定する上で重要となる。フェルミジュニーは、現実のエネルギージュニーに必ずしも対応しておらず、絶縁体でのフェルミジュニーは、 バンドギャップの中にいるバンド構造の存在も必要としない。金属中の自由電子模型では、金属中の電子はフェルミ機体を作ると考えることができる。金属のフェルミエネルギーは、絶対0度の金属中の電子をバンドの底から詰めていき、その数が、K の全電子数になったところの電子のエネルギーである。金属や半金属、縮体半導体では、は。 非極材バンドの中にある。近くの多数の状態は熱的に活性で容易に電流を運ぶ。金属の電動電子の数密度フォーミュラ23はおよそ10から10エレクトロンズマイメートルであり、通常の固体物質での原子の典型的な密度でもある。この数密度からフェルミエネルギーを求めると次のオーダーになることがわかる。半導体や絶縁体の場合、 フェルミエネルギーが電動体と値電子体の間のバンドギャップの中にあり、エネルギー順位が存在しない。よって、金属などでは成り立っていたフェルミフェルミ粒子が占有している最も高いエネルギー順位は半導体、絶縁体では成り立たない。またフェルミエネルギーでのフェルミ分布関数の値1、2に占有数の期待値という意味はない。 新生半導体のフェルミエネルギーフォーミュラ35は、電動体のエネルギーフォーミュラ36、値電子体のエネルギーフォーミュラ37、有効状態密度フォーミュラ38、フォーミュラ39を用いて、次のように表される。ここでは、電気素量。蒸気の議論から、電子は単純な経路が与えられた時があった回転、低電圧から低い点。 高電圧に移動することがわかるこの電子の流れは、低いを、帯電、または、その他の反発効果により増させ、同様に高いを低下させる。その結果、二つの物質のは同じ値に落ち着く。このことは、次の電子回路の平行状態に関する重要な事実を与える。このことは、平行状態では、 電圧計で測定される2点間の電圧はゼロであることも意味している。ここでの熱力学的平行は、回路が内部で接続されており、バッテリーやその他の電源を含んでおらず、温度の変動もない必要があることに注意。5. おさむき